ともかさん、ともかさん、もうすっかり日焼けして顔がパリパリだよ。え、どうしたの？ホーチミン、ベトナムホーチミンに行ってきました。あ、そうですか。ベトナム暑いんだね。暑い、34度とか。あ、そうですか。うん、帰ってきてみたら、本当顔がパリパリで、ね、ああ、うん、クリーム溶けはよかったかなと思っております。そうですか。はい。そちらは？こちらはね、あの3月の頭にバリに戻って、うん、うん、それでなんか、まあ、割と戻ってからも忙しくしていて、そして、うん、そうですね、バリはね、3月の22日がニュピだったので、あ、そうだそうだ。うん。うん、新年を迎えて、うん、なんかまた新しいサイクルが始まってっていう、そんな感じです。なるほど。じゃあそこら辺もぜひ、今日は聞かせてください。はい。はい、ということで今日もやってみましょう。ウブド音楽だより。アンギン、アンギン、アンギン、アンギン。ともかさんさ、日本に帰ってきたのが3年近く、2年半ぶりぐらいだっけって言ってて。で、約1ヶ月半ぐらい日本に戻ってたでしょ？そうです。 逆な言い方すれば1ヶ月半バリはお留守にしてたじゃない？はい。で、1ヶ月半ぶりに帰ったバリは何か変化はありませんでしたか？あのね、一番びっくりしたのはね、うん、うちのワンコがね、うん、まあ、ワンコのうち、まあ、女子2人は割と安定してずっと毛並みはいいんだけど、うん、オスのオウムっていうのがね、うん、割とね、あのなんていうんですか、ちょっと毛がハゲハゲになっちゃうタイプでね、すぐね。ああね、結構ね、すぐね、うんうん、で、私があの出発する前もちょっとなんか尻尾とかもハゲハゲで、うん、いや大丈夫かななんて思って心配してたの。おで、どうなったかなと思って帰ってきたら、うん、もう史上最高レベルにふっさふさになってた。なんで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 。いや、もうそれが本当に不思議でしょうがなくて、もうなんだ、私がいない方がストレスがないのかなと思っちゃって。え、何、いつも叱りやすいからその犬ばっかり叱ってたとか。そんなことないんだよ。いつも私はもうみんなを可愛がってるんだけど、すごいふさふさになってて。え、なんだろう、不思議でしょ。え、あの留守の間さ、ご飯をあげてくれてた人がいるでしょ、うん、なんかいつもと違うスペシャル栄養満点メニューだったのかな。違うの、まあ全部私が教えた通り、いつもと同じものを作って、で、もう量も同じだしって言って。で、ちょっと待って、まず食事ではなさそうだね、あの原因はね。そうだね。だとするとさ、やっぱりまあ怖い飼い主がいないからとかさあと何があるかな。それ以外考えられないよね。今までもそんな季節でとかさ、そんなにふさふさ、そこまでふさふさになったことはないみたいな感じ。ないのないの、史上最高レベル。この今オウム10歳なんだけど、うんうんうん、10歳で、まあ、間違いなく体調いいんだろうね。そうだね。うん、ウブド音楽だより。アンギン、アンギン。そうだね、バリー、今週この1週間の話題といえばやっぱりニュピがありましたということですね。はい、そうなんです、うん、まあ、いろんなあのご存知の方も多いとは思いますけれども、バリの暦の新年、元旦になるのかな、大晦日になるのかな、新年ですね、新年。じゃあ、まあ、元旦かな、バリの暦でね、はい、210日ですけどもね、1年が、うん、はい、210日でしょ。1ヶ月35日で7ヶ月で210日。だけど、ニュピは210日じゃないんじゃない、うん、あ、そっか、ウク暦とサカ暦があるから。サカ暦の方だから、サカ暦の方か。そっかそっか、なるほどなるほど。まあ、あの静寂の日とかね、英語でなんだっけ、サイレントデーって言われるんだっけ。そうです ね、1日ね、外出禁止っていうことで、うん、まあ、バリ好きの方にはもうすっかり知られてるとは思いますけどもね。うん。ね、それでまあ、あの、ニュピ当日は、うん、すごくその静寂の日って言われているけれども、うん、その前日の、まあ、日本でいう大晦日に当たる日っていうのが、
またそのすごいほらおごおごのねパレードがあって、そうですね、まあ、あのだしと言ったらいいのかな、人形の形、あれかねぶた祭りを思い浮かべてもらうと一番イメージしやすいかな、まあね、イメージはね、うんうん、悪霊人形、すごく大きな悪霊人形っていうのを作って、うん、でその悪霊人形に悪い霊をとこう吸い寄せて、で最後はそれを燃やしてしまうっていうね、そうですね、不良払いの儀式がありますけど、そうですね、まあ、その中から対比がすごいよね。対比？対比、要するに、前日のすごい大盛り上がり、シーンとしたことと、なるほど、コントラスト。そう、本当にだからなんか、あの陰陽っていうのかな、その白と黒っていうか、うん、まあ、バリはさ、善と悪も両方崇めるでしょ？うん、うん、まあ、本当にだからここの島にいるとそのコントラストが激しいなといつも感じます。なるほど、そういう言い方もありますね、うんうん、でラストはみんなでそのおごおごをに、まあ、くっついてというか行列を作って、まあ、ラストのポイント、うん、場所まで行くじゃない。それで最後は火をつけて盛大に燃やしちゃうじゃない。そうですね、人形をね。でそうするとなんか当たり前ですけど、近くにいるともうその普通のキャンプファイヤーとかの火じゃないようなこう熱量 の, おあの日差しじゃないや、火の熱を浴びてうわーってこうなんかで人の顔を見るとその照らし炎で照らし出された横顔なんかもちらっと見えたりなんかして、あ原始的だけどなんかやっぱり心に響く瞬間があるなみたいなね、そんなことを思い出しますけどね。そうですね、うん、今年ね、やはりほらコロナがもう本当に完全にこちらは終わっているから、うん、まあ、あの去年もあったんだけども、去年はまあ少しこう、うん、あのその名残があった中でのおごおごだったんだけど、今年はもう本当にそういうものがなくなって解放されてっていう感じだったから、もうすっごい大盛り上がりしていて、うん、それで、まあ、それも記念してなのかわからないんだけど、私が住んでいるサヤンの村では、うん、おごおごのそのファイナルの時に、いわゆるあのチャロナラン劇みたいなものの、はい、少し縮小版のようなものをあの道路でやっていて、うん、うん、すごかったです。それがまた盛り上がって、え、子どもたちもいっぱい集まってきた？うん、あ、もうもちろん子どもも大人も、もうすごい観客で、うん、へえ、うん、それでその劇をまあやって、そしてまあまああれもほら善が悪に打ち勝つみたいなストーリーですけれども、うんうんうん、それをやって、それで最終的にあの一番横綱級のそのおごお大きな巨大おごおごがプラダラムっていうね、うん、まあまあプラダラムっていうのはあの、まあ、総称して死者の寺とか言われているけれども、まあ、そこに入っていって、うんうんうん、そして最後にマンクーさんがこう静かになったところであのプレイングをして、はい、うん、で私もその場に今回は立ち会わせてもらったんだけど、うんうん、それでプレイングして、それで最初はこう悪いものを出ていくようにってみんなやって、うん、そして次に最後にはまた今度はいいものが来ますようにっていうお祈りをして、でマンクーさんから聖水をいただいてっていうところまで今回は一緒にいました。お、何かこう本当に手に取るように思い出されるシーンですね。音を取ってきてくれたんだっけ？そうそう、そうなので、そのおごおごのねパレードを、うん、あの道路をねバーってそのおごおごの巨大人形がこう列を連なってあの、まあ、行列するんだけれども、でその後ろにこうガムラン隊がねいてね、やっぱりその儀式を盛り上げるのは本当にこのガムランのリズムでなんだけども、うん、今日は皆さんにその雰囲気を音で感じていただこうかと思って録音したものがあるので聞いてみてください。
綺麗に撮れてるね、これ臨場感満載ですね。うん、これはともかさんが撮った音？そうです。ラムランタイの横にくっついて一緒に歩いてたんだけど、うん、まあ練り歩くその間撮ってたみたいな感じ。うん、そうそう、うん、でもね本当にねガムランのねグループのねみんなもねめっちゃ楽しそうに演奏してて、へえ、うん、なんかもう見てるこっちもすごいハッピーになりました。いやー大きなイベントでしたね。うん、うん、まあなんか今年はいい年になるんじゃないかっていう感じがしてます。うん、うん、ということでバリはニュピバリの暦の新年、そして、その静寂の日と好大賞で、うん、おごごの、まあ、行列というか最後まで、火で燃やすところまでお付き合いしたんですね今回は友香さんもね、はいはい、ウブド音楽だよりアンギンアンギン。さてさて友香さん、おごごの話ニュピの話がありましたけども、前回が2月まあ1ヶ月ぐらい前かなだったんですけど、はい、日本で、ね、そう日本で撮りました。宿題が決まってましたね音楽コーナー。そうそう、宿題はまあテーマは春だったんだよね。はい、でこれも結構早々に完成して送ってもらいましたけれども、はい、実はね今回の曲は、うん、確か2年前ちょうどコロナの本当に真っ最中の時に、うん、一度実はこの番組でも紹介してるんだけど、うん、私の記憶が正しければ、うんうん、その時は、私の拙い、エレピで演奏したんだけど、今回はその2月の末に、はい、まあ、帰国割と直前にね、FJs っていうところで、うん、ライブをしたんですけども、うん、その時に演奏したライブ演奏のバージョンで。ああ、じゃあピアノの音聞こえるけどこれは友香さんが重ねて撮ったんじゃなくてピアニストの方がライブで演奏したそのまんまなんだ。はい、私こんなに上手に弾けないのへえ、ライブ録音ですか。うん、そうです、はい、ピアノは榊原大さん、うん、そしてパーカッションは飼い犬ママ聡さんで、私というトリオで、ライブをしたんだけど、まあ、本当にたくさんの方に来ていただいて、うん、なんかみんなで一緒に、なんか音楽の旅をしたっていういい時間、まあ、その中から、その時に演奏した曲で、まあ、テーマは春なので、私が小津安二郎の、晩春っていう映画があるんですけども、はいはい、その映画を見てインスパイアされて、まあ、特にその晩春のラストシーンね、うん、お父さんがね娘をこう嫁に出して結婚式が終わって一人お家に帰ってきて、そしてもう娘がいなくなったシーンとしたお家の中で一人でリンゴの皮を剥くっていう、そういうシーンがあるんだけど、思い出した、これ前友香さん話してくれてさ、それで俺見たんだよ。あ、見ましたか、うん、そう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 、うん、思い出しましたそのシーン、うん、お父さん役は笠智衆さん、ね、そうそうそう、うん、なおさらストーリーを思い浮かべながら聞くとまた一層心に残るんだけれども、まずはメロディーがねすごいこう、まあ、覚えやすいというか、思わずこう鼻歌で自分も乗っかっちゃいそうになるような、そんな親しみの湧くメロディーラインじゃないかなと思うんですけどね。あ、そうですか。いや、うん、そう言ってくれるととっても嬉しい。はい、じゃあ友香さんから皆さんに紹介していただきましょう。一緒に聞きましょう。はい、では晩春お聞きください。
おお、ほらもうタタ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 タでしょ。そうそうそう。もう覚えたもんね。本当。うん。これは親しみの湧くメロディーで何度でも聴きたくなりますね。いや嬉しいですね。うん、なんかさもう本当に ああいうあのシーンがもうなんかもうね、しみるよね。ちなみにさ、これをあのライブハウスで演奏するときとかさ、なんか例えばこの晩春という曲はこんな風な感じで演奏してくださいしましょうみたいな、まあ、簡単な打ち合わせ的なことをその他のミュージシャンとするんですか？うん、まあ打ち合わせというか、まあ、私がこの、うん、晩春という映画からインスパイアされて書いたんですっていうことはもう説明したけど、そうですか。まあでもほらやっぱりミュージシャンってさ、その曲の感じからもほら言わずともなんかイメージは湧く。さっきともかさんの後ろでバイク通ってるなと思ったけど、今マイク拾ってるか分かんないけど、うちのところあのゴミ収集車が来た。そうです、うん、いやでもそうやってなんかこうどっか古い白黒映画の世界に合うような、まあちょっと懐かしいような覚えやすいようなメロディーラインがあるけれども、さっきちょっと話に出たけど、はい、ピアニストの方がやっぱりなんていう洗練された感じのピアノなので、すごくそこがまた新鮮というか聞いてて、はい、あの楽しいハーモニーですね。うん、いやもう本当にね、大さんも素晴らしいピアニストとか、うんうん、でまた音楽って面白いのは、まあ、同じ曲をね、うん、また違うピアニストで演奏するとまた少し違った色合いで、まあ、それは当たり前のことなんだけども、そうそう本当にね、音楽っていうのは楽しいし不思議だなとも思いますし。そうですね、うん、まあ、これから まさに晩春という感じにだん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 なっていくわけなので、はい、まあ皆さんにもよかったらまた繰り返し聞いてもらえたらいいなと思いますね。まあ、あと興味がある方は YouTube で、ね、検索すると、小田切二郎晩春ってやるとあのフリーで見れますからね。そうですね、はい、うんうんうん、やっぱり小津さんの映画は素晴らしいですよね。いいですね、まあ、全部見たわけじゃないですけど、逆にこうやってきっかけをもらえたっていうのも嬉しいことでしたね。はい、ということでタイトルは晩春というのが、今回の宿題春に合わせたともかさんの曲だったわけですけれども、来週は、来週じゃないや、次回はどうしますかね。どうしよう、どうしようかな。例えば、はい、まあ、ゴールデンウィークみたいな旅行とか、まあ、レジャーとかなんかそんなような出かけるみたいな感じのことをちょっとテーマにする曲ってのはどうでしょう。お出かけ気分。お出かけ気分。そう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 。お出かけですか。レレレのレみたいな。それパクリって言うんじゃないですかね。まあまあでもそこからインスパイアしてもいいよね。わかりました。じゃあお出かけ気分で、ね。そう、お出かけ気分というのをじゃあテーマにしましょうか。はい、了解、はいはい、ということで次回の宿題作曲テーマはお出かけ気分ということで、まあ、ともかさんが、書き下ろして書いてくれてもよし、過去の自分の作品からぴったりなものを選んでいただいてもよしということで、また演奏を聴かせてもらいましょう。はい、はい、ということで音楽ともかさんの宿題のコーナーでした。うぶど音楽だより、あんぎんあんぎん、ということで番組も後半になってきたんですけども、遠くないうちにまた日本に来れそうって言ってたもんね。もうね決まってる、うん、7月にまた帰ります、うん、じゃあまあいいサイクルでなんかそのバリでのまあなんて言うんだろう、曲を作るなり深めるなりっていう作業と、まあ、はい、日本で皆さんに聴いていただくライブとっていうなんかいい流れができそうですね。そうですね、もう7月、ね、22日に代官山の晴れたら空に豆まいてというところで、うんうん、今回スペシャル企画をもう決まってるので。そこってさ、前オンラインでやったところ？そうです、うんうん、覚えてます、はい、覚えてます、はい、今回も配信をします、うん、配信もするし生っていうかそのお客さんを入れてもやるってこと？はい、もちろん。あ、両方ありなのね。はい、まあ、関東圏内の方はぜひ会場で生で楽しんでいただきたいし、いやいやいや、北海道でも沖縄でも皆さん集まってくれるんじゃないですか。いやいや、まあまあ、でも遠い方はねぜひその配信で見ていただけたら本当にいいなと思って、すごいスペシャルライブなんで今回は。あれって海外からは無理なんかな。海外からも、いや見れると思います。
あ、そうなの？はい。あ、海外から見ることもできるんだ。できます。あ、それはいいですね。はい。なので今はその7月のその公演に向けてのちょっとアレンジとか今いろいろな準備もしているし、まあ、あとこちらでもあの今週の土曜日にまたちょっとコンサートがあったりするんで、まあそんな感じで。なるほど。まあいい感じでこうテンポよくという感じでなんか準備が進んでる気がするので、まあこの番組も前月に続き、まあこのテンポでやれるといいなと今思っております。ということで今日もお話ししてきました。ここまで竹丸山と友香でした。参拝順番。